高橋山、自分全開インスタ解説で、金プリは第2幕へ。平野仕様に負けない、ちょうど9時間、で即フォロー50番人超え。10月11日の夜、キングプリンスへの高橋海人、24、が個人のインスタグラムアカウントを解説しました。その数時間後の10月11日午前10時には、 早くもフォロワー数が52万人を超え、彼の独自の魅力に大きな注目が集まっています。彼のインスタグラムは、独特のセンスと創造性に満ちた写真で溢れ、ファンたちから好意的な反応が多く寄せられています。高橋山の個性的なインスタグラム高橋山のインスタグラムは、彼の個性を活かした多彩な内容で構成されています。 彼の自己表現の場となっているこのプラットフォームには、踊ってみた動画や自作イラストの、キモキリン、そして、高橋水族館、と題した熱帯魚の写真などが9枚の写真で織りなされています。彼の個性的な写真構成に対しては、SNS 上でも、好意的なコメントが多く寄せられています。 彼の最初の挨拶から始まる9枚の写真は、それぞれ矢印やのマークなどで巧みにつながっており、一つの作品のような統一感を持っています。特に、キモキリンの写真が愛らしい位置に配置され、彼のファンからは熱い反応が寄せられています。高橋山の変遷と個性の開花今年5月22日には、キングプリンスへのメンバーが一部脱退し、 現在は二人体制となっています。これまで高橋山はグループ内で最年少だったこともあり、繊細な配慮が求められる場面も多かったようです。しかし、現在の二人体制になってからは、彼の個性がより前面に出てきています。彼は役者としての評価が高い一方、 バラエティ番組では控えめな印象がありましたが、最近では自身の個性をより積極的に発揮し始めています。特に彼が不定期で投稿している、はみ出しラジオは、彼の深夜ラジオへの憧れから生まれたもので、多くのファンを魅了しています。キンプリの新たな魅力の再構築キンプリの新しい体制では、 一部のメンバーが脱退したことでグループのパワーダウンを感じる声もあります。しかし、高橋山の新しい試みや個性的なインスタグラムの解説など、彼らの新たな魅力が次第に開花しつつあるようです。彼の独自のセンスやアーティスティックな才能は今後ますます注目されることでしょう。彼のインスタグラムは、 彼の自由奔放な魅力が存分に発揮される場となっています。高橋山のインスタグラムは彼の芸術的なセンスと独自の個性が存分に表現された美しい作品となっています。彼の新たな試みと個性の開花により、金プリの新たな第二幕が幕を開けたと言えるでしょう。これからも彼の魅力に注目が集まり続けることは間違いありません。 キンプリの新たな時代は、これまでにない個性的なメンバーたちの魅力がより際立つ時代として、ファンたちに期待感を抱かせています。特に高橋山のインスタグラムは、彼の美的センスが爆発し、計算づくの構図で9枚の写真が見事に完成しています。彼のインスタグラムを訪れるたびに、ファンたちは彼の独自の世界観に引き込まれていくことでしょう。また、 彼の独創的なセンスと積極的な表現は、今後の彼の芸術的な可能性に新たな光を当てることになるでしょう。金プリのメンバーたちの中でも、特に高橋山の新たな展開に注目が集まっており、彼のこれからの活躍に期待が高まっています。彼が新たなファン層を獲得し、グループのさらなる発展に貢献していくことは間違いありません。 高橋山のインスタグラムはファンにとって彼の人となりをより深く知る機会となり彼との親近感を高めることでしょう。これからも彼の新たな試みに期待し彼の芸術的な世界観がますます広がっていく姿を見守っていきたいと思います。高橋山が自身のインスタグラムを通じて自由奔放な個性を発揮し新たなファン層を獲得する姿は 彼の成長と金プリの新たな時代の幕開けを象徴するものです。彼の独自の美的センスと芸術的な才能は今後さらに輝きを放ち、彼の魅力をさらに高めていくことでしょう。彼の新たな試みと個性の開花は金プリのファンたちに新たな感動と喜びをもたらすことでしょう。 今後の彼の活躍にますます期待が高まりますが、彼の個性がさらに磨かれ、彼の芸術的な世界観がより広く認知されることを願っています。終わり。